はい、では、はい、今回はね、はい、合気道での、はい、健康に役立つ情報をね、はいはい、2人で紹介できたらと思います、はい、今回紹介するのは何だったかな、はい、手首をブラブラにする、はい、ブラブラですね、力を抜くという、なるべくこう手首を力を抜く、はい、手首の力を抜くということは指の力も抜けて、そうですね、その肘、肩、はい、肩こり、はい、背中、はい、全部連動してますからね、はい、それをちょっとやっていきたいと思います、はい、合気道でもね、こうやって手を上に上げて、ね、こうやってやって落としてこうやって落としてというのがあります、はい、これをちょっとこうね、詳しく NHK でも確か、ね、何日か前に、はい、他に朝一っていう番組で、朝一という番組で紹介されたみたいで、はい、合気道の先生が出られてましたね、はい、ちょっとやってみましょうね、はい、肩幅ぐらい開くで、うん、足を少し肩自分のまあ自分のしかないけど肩幅ほど開いて、はいはい、ちょっとあの座を安定するような感じ で、はい、でちょっとおもむろにこう、はい、腕をこうブラブラとなるべく力を抜いてやってみましょうなるべく 5本10本の指がブランブランになるような感じで、はい、それで、はい、あのエクササイズとしてこれをね、こうやっていけば、はい、日常の何ていうかこう、はい、生活なりパフォーマンス、はいはい、ね、運動スポーツの向上にもつながっていくと思います、はい、姿勢も良くなるんです。姿勢ももちろんこれをやったら確かこう歩いていくと、はい、重心の移動がこう滑らかにできると、はい、NHK でも言われてました、ね、すごい痒くなりますね。あ、痒くなった痒くなります。そうですね、血行も良くなったようなんですね。あ、うん、なんか血行も良くなるんですね、うん、結構ね、うん、ああ、そうですね、グッドですね、はい、それいや、まあいいか、はい、これでこんな感じですか。本当でもなんかブラブラしていけばいくほど抜けていくですね、うん、そうですよね、うん、だからあのね、ちょっと思ったのは、うん、ちょっと気持ちいいを探したらいいかも。ああ、なるほど。力を抜こうのはもちろんその目的なんですけど、うん、気持ちいいようにこうブルンブルン手をなんていうかこう遊ばせる、うん、と気持ちいいには人間弱いですからね、うん、この動きをこんな感じ、まあなんていうかこう楽な感じでこう、うん、ちょっとこう自分なりにこう工夫してこうやってやってみるというのもこうやってこんな踊りもありましたけど、こうやってみるのもいいと思いますよ。いいですね、はい、これをね、日常生活の中に、はい、取り入れてもらって、そうですね、少しでもね、はい、皆さんの健康の豆知識というか、そうですね、日常となれば、はい、嬉しいと思います、はい、では合気道の、健康、はい、通信ダイアリーでした、はいはい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。Ha ha 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 ha